はい、FM 流進堂 DJ の流進です。今回は全くもって話す内容を決めてません。もうね、梅雨ですよ。梅雨なのに、あれ、昨日梅雨に入ったみたいなね話聞いたんですけど、なんか今日晴れてますね。また天気が悪くなったりするんでしょうか。今年はアジサイですか、アジサイが咲く時期がちょっと遅い気がしますね。で、梅雨が来るのが遅いんですよね、きっとね。梅雨が来るのが遅くて、それでアジサイが咲くのも遅いということでね、自然っていうのは本当にね、よくできてるなぁと思うわけです。で、最近ね、最近っていうか、あの橋を渡りも美術館に行ってきたんですよ、先日。一昨日行ってきたんですね。それで今、落合タム展を、やってるんですね。で、落合タムって、タムって本名かよ。タムって何？タマならわかるよ。タマならね。タムって本名ですか？っていうところから、僕の疑問は止まらず、その疑問が、展覧会見終わってからもずっと止まらず、そして現在も、疑問に感じ続けてます。でもそこがね、すごい自分の中でクローズアップされちゃって、タムってってずっとクローズアップされてしまってですね、あんまり真面目に作品見てなかった可能性があります。はい、非常に残念です。残念ですって別にね、タムさんが悪いわけじゃなくて、僕の脳みそが残念なんだよね、きっとね。これね、そこ突っ込んじゃう、タムにじゃないよね。そうじゃなくて、本来は作品に突っ込むとこですよね。それで作品なんですけど、非常にね、70年代の香りがしましたね。非常にね、60年代、70年代のね、香りがしました。人前っていうか、昔前ぐらいのね、コンセプチュアルアートの世界、もしくはね、ミニマリズムみたいな感じのアートでしたね。落合タムさんのアートは。で、それをね、落合さんが意図してやったのか、それとももうその時代のね、アートが好きでしょうがなくて、リスペクトのあまりですね、尊敬する気持ちのあまり、つい、ああいうものを作ってしまったっていうことなのかもしれませんね。ただ、真相は僕にはわかんないです。ただ、非常にね、端的に言うと、非常に哲学的な作品だなって思いました。例えばですね、僕が持ってるビデオカメラ壊れちゃった。で、そのビデオカメラで、映像をね、再生すると、もうノイズだらけになっちゃうと。ブロックノイズっていうんですかね。モザイク状だったり、そういうノイズが出てしまうと。で、これ面白いねっていうんで展示してるんですよ。でね、これはね、僕も実際見たら面白いんですよ。本当に面白い感じに壊れてるんですよ。だけど、それ落合タム、お前自分の持ってる壊れたビデオカメラ持ってきただけやんけっていうね、すごいツッコミを入れたかったんですけれども、タムさんね、目の前にいないので、タムー、こら、お前自分家の壊れた自転車とか自動車とかパソコンとか持ってきて、それを作品にするんかいみたいなね、非常になんか、なんというかね、プリミティブアートっぽい要素もね、感じ取れましたね。
なんか非常に原始的というかシンプルというかね、なんというか、うん、あとね、あのなんかこうアイディアが楽しいみたいな感じなんですよ、落合さん見てるとね。あの例えばね、ジャングルを描きました、デッサンしました、だけど、対象物だけを見て、手元を見ないと、だから鉛筆も見なければ紙の方は一切見ないと、そうすると見たものを描いても似ないんですね、対象物が。例えばそういう人の顔を描いてもそうなんですけど、似ないんですよ、どうしても。でその視覚と自分の触覚の誤差みたいなね、あのドローイングを展示してたりとかですね、また他の作品では、四角い板に丸い穴が2つ開いておると。で、その、穴、2つのね、丸い穴の向こうに猫が1匹おると。で、その猫が、まあ、きっとね、最後その丸い円の中を通るんでしょう、きっと。通るんでしょう。そんで通ると作品が完成っていうことらしいんですけれどもね。これなんだと。これ猫がなんで穴の中通るとアートになるの？ね。なんで猫使うんだよ。猫使ったら可愛いじゃん。それ可愛かったらもう女の子のハートわしづかみですよ。あー猫可愛いってなりますよね。もうそれ狙い？受け狙いですか？媚びてるんですか？何ですか？もうその猫は。猫はね、やっぱりね、いいね。僕も猫使いたい。僕も猫使いたいなと思いましたね。自分の作品に猫使ったら、もう、勝ちだろうと。勝利者だろうと。いうことでね。今度、何の前触れもなくね。何の前置きもなく、何の前置きの説明すらなく猫を使ってみたいなと思いましたよ。本当に思っちゃいましたよ。猫、うちも猫飼ってますよ。猫と犬飼ってますよ。うちの猫と犬使いたいですよ、作品に。ねえ。落合タムさんよ。でもね、タム、もう本当にね、タム面白い。なんかね、夕日フェイクサンっていうね、映像作品があったんですけど、それはね、どこだったかな、どっか外国のね、街の中の街灯ですね。街の伝統あるじゃないですか。それをね、ビデオで撮ってるんですけど、もう、完璧太陽にしか見えないんですよ、それ。完璧太陽にしか見えなくて、で、そのね、フェイクさんですよ。だから本当に。太陽にしか見えない、伝統をですね、撮りましたと、いう作品なんですけれども、もうね、これ受け狙いなのか、もう何なのか意図が全く分かんないんですね。でもうね、その映像作品と、あとその隣にある映像作品で、夜の、海をただただビデオで撮っているっていう作品があるんですね。でもうすっごいシュールなんですよ。もうタム、落合タム、本当にだいたいタムってなんだよ、そこから始めてくれよ。タムって絶対もうなんかすごい覚えちゃうじゃん、この名前タムってね。えもう困っちゃいますよ、タムは。でまあ非常にね、タムさん、まあもう名前が面白いからあえてタムさんって呼ぶけど、非常にね、根は真面目な方だと思うんですね。すっごく真面目で、多分めちゃくちゃね、考えてる。普段ね、めちゃく
ちゃ普段考えてる人だと思うんですよ。もう考えすぎて何を考えてるのか分かんなくなるぐらい考えてる方だと思うんですよね。でそういう人がねアートやっちゃったりなんかするとどういうことになるかっていうね一例だったような気がいたします。はい。で非常にねそういう風にそういう目で見ると非常に面白い展覧会ですね。で常にね思うのは見る側のユーモアが必要だっていうことですね。でこれはねどんな時でも必要で、例えねどんなつまらない作品であっても見る側がね突っ込んであげればいいんですよ。心の中で この作品これかいみたいなね。はい。で落合さんの場合すごい、あ違う落合じゃないやタムだ、タムの場合すごいね突っ込みどころ満載なんですよ。でなんでかっていうと考えてるテーマだとかアプローチの仕方が広いんですね。いろんなやり方でアプローチしてるんですよ。でもうマートっていうものがですね女性だとしたらですよ、もうあの手使いこの手使いアピールするみたいなね、そんなね男子のけなげな姿を見ることができますね。はい。落合タム展渡り海美術館でね7月の中旬ぐらいまで確かやってたと思うので、まあもし興味の湧いた方おられたらまあ見に行ってはいかがでしょうか。はい。では失礼いたします。ありがとうございました。